僕あの指導に本当に熱心な方で、長い間のフルゲン FC の方の指導をなさってたんですけど、まあ、結果的に、1-0 で負けてはいるんですけど、彼らのまた、力っていうのはまだまだあの持ってるんで、まだ金原の FC もまだ1対0ではまだ安心してはいないと思いますね。ちょっとあのフルゲンの方はね、後半は風下になりますけども、そうですよね。そこはうまく監督の上地監督等がいろいろ的確なアドバイスがあるんじゃないかなと思いますね。後半の方に逆転を狙うことに、そうですね、はい。はい、じゃあ早く後半戦始まりました。どうでしょう、キックオフからゴールを狙いましたが、ああちょっとずれましたね、はい。10番でしょう、あ、5番ですか。そうですね、はい。フルゲーム FC のキックオフから始まりまして、残念ながらちょっとゴールはなりませんでしたが、ゴールキック金原どうでしょうかね。今回金原の方が風上の方に立っております。これからどうでしょうか。あ、ヘディングで折り返して、お、どうだ、折り返した。18番どうでしょう、うん。結構ですね、金原の女性ですが、10番の方の方にボールが行くような気がするんですが、うん、そうですね、はい、で金原の方としてもやはりサイドは意識して使ってると思いますね。あ、なるほどね。サイド攻撃でしょうかね、そうですね、サイドからの攻撃ですね。いやね、フルゲンの方もですね、本戦から4番がまた4番が狙った、1回狙いました。見た、キーパー見た、どうだ、シュート。おお、ギドさんとやっぱりキーパーを確認しながらタイミングを取ってましたね、今の4番のシュートは。はい、フルゲンどうでしょうか。右に展開しますが、あ、ちょっとラインを割ってしまいましたが、さて盛り返してきた金原どうでしょう。はい、8番、はい、後半に始まりまして、やっぱり風上の金原の方が少しずつではありますが、うん、押しておりますけれどもね。はい、国場君がサイドに来ているということは、センターリングボールをこぼれた、7番キープ、キープパス、縦にパスですね。どうでしょうか、7番がキープしております。どうでしょうか。あ、7番、はい、キーパーが出てきて、どうでしょう。あ、キーパーが出てきました。あ、どうだ、シュートを狙ったが、どうだ、キーパー出てるぞ。あいいアイデアでありますよね、今 ね、14番の金原の選手ですね、うん。どうでしょう、上に上がった4番からシュートか、どうだ、狙うか、縦に出た、はい、3番から4番、どうでしょう、キープしてシュート、どうだ、うん、今トーキックですかね、はい、ステップなしでしたね、今 ね、うん、やっぱりいろんな部位の方でね、キックができるってことはいいことですよね。そうですね、うん、それもまた正確に、ね、ゴールの方に行きますから、3番からどうでしょうか、18番がワントラップしてどうでしょうか、18番キープして、なおキープしてシュート、どうだ、こぼれた、はい、金原の方がどんどんシュートを打ち出してきましたね。18番どうでしょうか、さて18番からどうでしょうか、右からのセンタリング、どうだ、入った、2番クリア。やはり国場君 の、はい、パワーとスピードっていうのはなかなか本当に小学生、はい、まあ、フルゲームの、フィジカルが強いとは言ってもですね、なかなかこう一人では止めるのはなかなか難しいですね。あ、そうですか、うん、あ、もう本当にそのスピードといいキック力といいですね。そうですね、中学生並みですもんね。そうですね、中学生以上かもしれないですよね。はい、4番から5番、フルゲン5番の前に出した、どうでしょう、10番フルゲン、あ、4番まだ出ません、10番金原、どうでしょうか、後ろから突っかけましたが、はい、4番シュートだ、惜しかったですね、ちょっとバランスが崩れたのかな。そうですね、うまく見てしなかったと思います。はい、はい、フルゲンボール、ゴールキックとなります。現在、後半途中でありますが1対0で、金原の方が1点をリードしております。はい、どうでしょうか、ゴールキックを、おお、これもハーフライン超えますな、どうでしょうか、4番がどうでしょう、15番が出てきた、3番ボールコントロール、5番が出てきた、14番からパス、3番がおお、イーブンチャージになりましたけどね、ちょっとね、背中